もしですね、この聖書箇所を読んで、いやー、ダビデってすごいね、すごいですね、本当にダビデは立派な人ですね、はい、今日もいい話を聞きました、ありがとうございましたで終わるんであれば、大変もったいないことですね。ダビデ参加で終わってしまいますね。ぜひ、皆さんですね、聖書を読むときに、ああこういういいことがあったの、どうもどうもありがとうございましたで終わってですね、終わってしまう、もったい、これはもったいないので、それでじゃあ何を私に語りかけてるんだろうか、ぜひ皆さん祈祷会にいらしてください。祈祷会ではお祈りをし合うというだけではなくて、聖書の読み方についても学んでいます。本当にみんなで聖書を読み合って、なるほど、聖書にこういうことが書いてあるだけじゃなくて、このように私に語りかけられている、ああなるほど、こういうふうに聖書は私たちに、神様は私たちに語りかけてるんですね、というところまで教えられる、こういう本当に恵み豊かな祈祷会をしてますので、ぜひですね、聖書を読みたい、もっと知りたいという方は祈祷会にもいらしてください。絶対恵まれます。で、じゃあ今日の箇所、油注がれた肩に刃を向けなかった、それはどういうことを私たちに教えているか。今日の説教題、祈り合ってということですけれども、ずっと迷っていた言葉はそうではなくて、権威、神様の権威、または権威に従うという説教題にしようかどうか、すっごく迷ったんです。つまり油注がれた王に従い切るということが、このダビデの凄さだったわけですね。自分の命を狙おうが、とんでもない王様だろうが、油注がれた方だからという、たった一つのその理由で、絶対彼は歯向かわなかったわけですね。このことを通して私たちは、神様に油注がれた方に従うっていうことが大事なんだなって思うわけですけど、じゃあ果たして、私たちに当てはめた時に、油注がれた方って誰？油注がれた方、神様に選ばれた方、神様に任命された方っていうことで言うならば、今の私たちにふっとすぐ思い当たるのは、あ、神様に選ばれた、任命された牧師、それが思い当たりますね。確かにそうです。牧師に従うということがどんなに大事なことであるか、そのことが、神のしもべであるから、教会の管理人であるから、その、牧師に従うようにということが聖書の他のところにも書いてあります。ぜひ牧師に従ってください。理由はたった一つ、神様に任命された人だからです。これはですね、牧師の立場から、牧師に従ってくださいねっていうと、私の性格上ちょっとこう言いにくい、なんだか自分に従えっていうのはなんだかちょっと口はばったい感じがするんですが、でも恵みのために申し上げます。自分の言うことを聞かせたいから言うのではなくて、恵みを受ける道の一つとして申し上げます。牧師に従うべきです。これ、私も主任牧師の伊藤先生に従います。これ何か教会内にいざこざがあるときに、牧師に従いなさいって言うと、
もう言うこと聞けって言ってるっていう風な誤解があるので、こういういざこざのない平和な時に学ぶって大切ですね。人間ってどうしてもこう裏の方からですね、きっとこういう思惑があるんだって思いやすいので、思惑がない、本当に平和な時に学ぶっていうのはとっても大事なことだなと思って今日は取り上げました。問題が起こってから言ってはもう恵みが伝わりにくくなる、これは何もない平和の時に学ぶに限るっていうふうに思いました。神様に選ばれた、任命された牧師に従う、それだけだろうか。ローマ人への手紙の13章の1節から5節のところに権威について書いてあります。ちょっと大事なところなので、開きたいと思います。新約聖書の310ページ、古い方の聖書でしたら、284ページでしょうか。ローマ人への手紙の13章1節から5節なんですけども、特に1節と2節だけをお読みします。ローマ人への手紙13章1節2節読みます。310ページよろしいでしょうか。はい、せっかくですからみんなで読みましょうかね。ローマ人への手紙の13章の1節と2節3、はい。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。はい。つまりですね、権威に人は皆全員権威に従うべきだというんですね。神様に立てられた、神様のお仕事をしているそういう人の権威ですかっていうふうに思ったらですね、そうじゃなくて、一節を見たら存在している権威、私たちの秩序あるところには必ず組織があって、そしてそこにはさまざまな、組織から来るこう命令系統であったり、その権威というものがあるわけですね。その権威に存在している権威は全て神様によって立てられたものだ。だから全ての権威に従いなさい。もし権威に逆らうならば神に逆らっていると同じですよ、というふうにですね書いてあるんですね。ですので、会社であったら上司とか社長とかいろいろな組織の中でのその上に立つ人に従いなさい。全ての権威は神様が認めておられる、神様が立てておられるものだというのですね。じゃあ社会の組織で権威に従わなければならないんだな。これは宗教、信仰なんでしょうか。神様のキリスト教に関わらずとも、全ての権威に、なるほど、全てを治める神様、また秩序を重んじられる神様はその秩序を導いておられる。だから権威に従うべきなんだなということを見るわけですね。家庭においてもそうです。いや、もっと話を広げると、全ての場合、すべての人に対してそうだということが実はですね書いてあるんですね。ピリピ人への手紙の2章3節、ちょっとここは開かなくていいです。メモだけしておいてください。ピリピ人への手紙の2章3節にこういう言葉が書いてあります。何事でも自己中心や虚栄心からすることなく、へりくだって互いに自分よりも
優れたものと思いなさい。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって自分よりも、互いに自分よりも優れたものと思いなさい。相手をですね、自分よりも優れたものだ、これ自分より優れた人と出会った時には優れた人だなって簡単に思うんですけども、全ての人を何事でも自分よりこの人の方が素晴らしい、あの人は私よりも素晴らしいって敬う心というのは、なかなか信仰がなければできないことかもしれません。今日の中心聖句、エペソ人への手紙の5章21節、ちょっとここは皆さんと読みたいと思います。エペソ人への手紙の5章21節、私の聖書ですと379ページ、新約聖書の379ページ、古い方の聖書でしたら347ページ、私と同じ新しい聖書でしたら379ページ、今日の中心聖句です。エペソ人への手紙の5章の21節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい、キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい、はい、キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい。エペソ人への手紙の今21節読みましたけども、この後からは22節以降はですね、夫婦について、夫婦でも従い合うこと、22節には妻たちよ、25節には夫たちよ、夫婦だけではないですね、6章に入ると子供たちよ、4節には父たちよ、ということで親子関係、いやそれだけじゃないですね、5節からは奴隷たちよ、そして9節には主人たちよと言って、仕事の間柄でも全ての人間関係の中で全部ひっくるめて、全部全ての人間関係の中で全部ひっくるめてまとめているのは、この今読みました中心聖句21節の言葉、キリストを恐れたっとんで互いに、互いにですよ、お互いに従い合いなさい。その理由は何か、21節の中心聖句から言うと、キリストを恐れたっとんで、つまり従い合う理由はたった一つ、油注がれた人、神が立てた人だから、神の権威に従う、すべての権威は神から出ているのだから、神様に従うことが人に従うこと、従い合うこと。ダビデもそうでした。理由はたった一つ、神様がお立てになったから。これ権威に従うっていう時に、優れたリーダーだったら従いやすいですね、または気に入った人だったら従いやすいでしょうね。でもそういう理由ではない。理由はたった一つ、神様がお立てになったから。無理やり権力で押さえつけられて、いやいや従うのではない、神様を恐れたとんでしたか、これは神様への信頼ですね。神様のへの信頼、信仰、たとえもし従っていった時に、その従う相手がですね、悪いリーダーだったらどうしましょうか。悪いリーダーで悪い結果が出たらどうしましょうか。従いたくないですね。でも従いなさいと教えられているこの時、どういうことでしょうか。神様が責任を持って導いておられるということを信頼できるかどうかですね。神様が
このことで悪い容疑はなさるはずがないという信頼ですね。